ねえスヌーピー、もういい加減にして。まったく名犬大賞を逃したからって断食することないだろ。それが時間通りに美味しいものを出す僕への態度なの。コンテストに落ちたからっていつもの夕食を抜くの。じゃあ綺麗なウェイトレスが持ってきたらいいの。そりゃ落選は気分悪いものだよ。しかし綺麗なウェイトレスっていうのは。分かったよ、やってみよう。そりゃ落選したら気もめいるさ。でもその気持ちはよくわかるよ。僕だって時々なんで自分はダメなんだろうって思うし。やってくれる？本当に助かるよ。お望み通り綺麗なウェイトレスが来たわよ。